ようございます。動画集客、動画愛犬力の達人、ダンサー俳優陣ひろしです。今日は朝からいろんなことをやってみましたけども、先ほどこの iPhone にマイクをつけて、それからこの三脚をつけて、それでこのレンズをつけてやってみたんですけど、レンズですね。三脚はこの固定してなかなかいいんですけども、このレンズはズーム合わせにくいです。だからあまり役に立たないかなというふうに思いました。ただ三脚が固定して置きっぱにする場合にはとてもいい感じです。ただですね、iPhone から接続するのにちょっとパソコンの画面を見てたんですけど、失敗したりも結構あったんで、4月25日の5日の異業種交流セミナーパーティーではパソコンからユースと繋いだ方がいいかなというふうにそんなこと考えています。それから今日はですね、これはなんだこれとうとう買いました実は電子タバコです。僕は19の時からですね、禁煙してたんです。禁煙じゃないです。1日6箱吸ってたんです。それで、3年前か4年前にエジンバラフェスティバルってイギリスの演劇フェスティバルがあるんですね。それ行った時に突然咳が止まらなくなって、舞台中袖幕走っていっても吸う、お風呂入りながら、シャワー浴びながらでもタバコ吸ってるようなめちゃめちゃヘビースモーカーで、ちょっとその咳止まらなくなったことと、イギリスはその時1箱1000円か1300円だったかな。で1日6箱吸ってると1ヶ月、海外で、公演してたのでものすごいお金かかるわけですよ。それでその時に3年前にタバコをやめたんですよ。今朝起きたら急にまた禁断症状が起きて、なんかいろんなとこ仕事をしながらさっき電子タバコ買いに行ったんです。で9800円もするので、ちょっとなんか高いと思って安いの探しました。2キュッパ。ちょっとやってみますね。これいいわ。いいです、これ。電子タバコって大したことないと思ってたんですけど、いや、確かにタバコの味ではないんですよ、これ。でもこれ、水蒸気で、少しなんかなんだろう、これ。ビタミン C が入ってるとかなんか書いてたな。体に害がないし、逆になんか、そういうそのビタミン C かなんだかよくわかんない、体にいいものが入ってるということで。いい。海外もそうだし、日本もそうだけど、喫煙者にとってすごく居心地が悪くなってるんですね。タバコ吸うとこがなくなってしまって。でもこれ、飛行機の中で吸ったら捕まるかな。本物のタバコによく似てるし、ただ味はタバコじゃないです。発火か日記かなんか、それにちょっと工夫してほしいなって感じですけどね。いや、体に害がなくって、それでヘビースモーカーにとっては、ちょっと禁煙の前、僕は3年間禁煙してたのに、また本物のタバコを吸うととんでもないことになるので、2キュッパでこれは何個入ってんだ ?7 本スペアが入ってるので、タバコよりは安いし、いいかも。電子タバコはなんかちょっとやばいな。なんか、捕まりそうっていうか、なんか、はまりそう。そんなことより、iPhone の、マイクを、このマイクは、これちっちゃいマイクついてるんですけどね。これは、いいです。このマイクは。で、こちらも三脚も、いいですね。ただ、この、レンズはやっぱり余計だった。特に一人、焦点がなかなか合わないんですね。僕も時々焦点合わない目をしてるらしいんですけど、なんだか、時々それで、黄昏の王子とかって言われることもあるんですけど、ただ焦点が合ってないだけっていうわけで、そんなことどうでもいいや。そんなわけでですね、
4月25日、人女子の異業種交流パーティー、セミナーパーティーでは、僕はユーストリームっていうリアル配信できるものを、パソコンか iPhone でやる予定なんですけども、iPhone はなかなか接続がうまくいかなかったりするので、もしかしたら、パソコンでやるかもしれない。どっちにあるかわからないんですけども、一人放送局ができるということは、これからのビジネスはどんどん変わっていきます。そうするとですね、動画での見せ方っていうのかな。僕は俳優でもあり、ダンサーでもあるので、まあ今は普段の人種で、まあちょっと目が悪いんで、文字が見えない、パソコンの目が見えない、文字見えないんですよ。で、メガネかけてるんです。で、舞台の上では全然、普段はメガネかけてません。プライベートのところを見せてもいいかなというふうに最近はもう開き直っています。いつもイケメン顔してるのはくたびれますから、はい。もともとちょっとなんだろうな。まあ、僕は割と好きなんですけどね。永遠の少年とかね、やんちゃとか言われるのは割と好きです。ただ、ガキって言われるのはちょっとムッとします。そんなわけで、皆さん、ちょっと僕、今日は、嬉しいです。タバコを吸ってる気分になるだけで体は悪くならないし、いいか。それじゃあ、近々リアル中継、ユーストリームでやりますので、ツイッター入ってみてください。それして、チャットできればいいと思います。まあ、最初なので、僕自身が戸惑うかもしれませんが、ようこそ、っていうことで、どなたも歓迎です。それでは、Thank you very much.